お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらのザッピーエリポンロイジャイというねデッキをね紹介したいなと思うんですけど、まあ新環境になって2日目ですかね。はい。でまあいろんなデッキが生まれるかと思ったんですけど、こうファイスピーが強化され、ボンバーが強化され、ザッピーが強化され、ヒースピーが解放されって感じなんですけど、ぶっちゃけそんな環境変わんないっすね。なんか今までのヒースピデッキがなくなるっていうところもないですし、まあヒースピがだから全然使えるって感じですね。でまあボンバーのデッキがまあもともと5例しかなくて、まあほぼ見られない、5例ぐらいしか見られないと、オーブンファイスピ系はすごい増えてもいいんじゃないかなと思ったんですけど、まだそんな見られないですね。まあ、もうちょっと経てばすごい増えるのかもしれないんですけど、まあ、今んとこ全然、最新のデッキはま、増えてない。まあ、唯一見られるのがザッピーですね。そう、ザッピー入りの、まあ、ロイホグ復活だったり、まあ、ザッピー入りのロイジャイとか、まあ、ザッピー入りのスケラとかが、ま、ちらほら増えているかなと、まあ、言ったところで、唯一ま、使われてるのが今んところザッピーかなという印象を、まあ、受けましたというところで、こちらの、ザッピーロイジャイなんですけど、僕の動画でたまに出るというか僕が言ってるんですけど、まあ、バグっていう人ですね。はい、まあ、デッキ作るのめちゃくちゃうまいし、前シーズンも世界6位フィニッシュとか、まあ、うまいし、デッキ作る才能もあるし、みたいな、はい、感じの人が、まあ、作ったデッキですね。というわけで、今回相手はエリゴレで、もしかしたらババが大活躍する説あるのと、まあ、エリゴレなので、その端前の圧のかけ方がうまいですね。これは、遅れてスケドラで、スケドラタケ取られてる、やばい。うわ、ミニペックある、ちょっと待って。ミニペあるのは、ちょっと予想外、ヒースピで回復されなければ、ここは多分1本折られるんですよ。このミニペックのね、受けがね、ないんですけど、言うて、ここカウンターできますね。ちょっと延命したいな。延命して、ミニペも裂いたので、ここでロイジャイをつけると、相手としても、トゥトゥトゥーンでライドラか?チェーンでやりたい。スケドラマシマシ。ヒースピマシマシ。はい、来ましたね。これで、まあ、なんとか1本折れましたね。1本折れて、しかも、なんなら僕としては、いやー、これ残ったらあっちいなー。あっちいあっちい激あっちい。しかも、トルネとかしつつ、ちょっとね、若干おしゃれに行けば、オッケーオッケー。エリポンが残ってるんで、いや、これがでかいですね。まあ、相手のデッキのスペルかもわかんないんですけど、まあ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 、まあ、いい感じですね。というところで、超ファイボー枯渇デッキですね。ババにファイブ打ちたい。まあ、マスケにファイブ系打ちたい。で、スケドラにもファイブ打ちたい。で、まあ、エリポンにもファイブ打ちたいというところで、ファイブを打つ枠が、まあ、マスケ、ババ、スケドラ、エリポン、ザッピーもか。じゃあ、5種類あるというところで、まあ、そこいう部分で、ちょっとね、ファイブ枯渇。まあ、ファイブポイズンのデッキとか、なんか昔、ちらほらあった時代ありましたけど、ここ最近とかもないですし、まあ、間違いなく強いよね。まあ、ディガポイとかがちょっと嫌になるのかなとは思うんですけど、やばくないこの絵。こんな盤面になることあるかっていうようなね、感じのね、絵になりましたという感じですよね。まあ、何に負けるんだろうって感じなんですけど、まあ、高回転のファイボーとかが、まあ、若干厄介な気もしますよね。エリポンにファイボー打たれて、すぐ回ってきたファイボーに、まあ、スケドラとかババとか処理され、とかかな。だからまあ相手が、これもし考えてください。自分が、まあライトニングとか、ロケットのスペル使ってて、こんなデッキ来たら地獄じゃないですか。マジで。エリポンに、よし、ライトニング打った、ロケット打った、さあさあ、組み立てるぞって言われた時に、後ろからザッピーとか、まあ、マスケとか、まあ、ババとかで守られたら、あ、おい、絶対突破できやんやんけ、ってなっちゃいますよね、これは。さすがにやばいですね。なんで、ロイジェイのライトニングとか、こう、オーブンロイとかですね、昔の流行ったりしたら、面白いぐらいにボコボコにできそうですね。っていうぐらい、まあちょっと尖ってはいるものの、まあファイボ、うわやば。なんか久しぶりなデッキというか、なんか鬼枯渇みたいなデッキだったりましたね。で、これ、プリンセスいなくて、ガゴムレもいないんで、あえてババ受けをすると陸しかいないんですよ、相手が。なので、あ、これ届かねえか。結構うざいと思うんですね。で、これちょっと無視して、攻めヒースピをしつつ、いやー、おしゃれに攻めようとしたけど、全然ですね。全然だ。で、相手は鬼枯渇ですね。珍しいですね。珍しい鬼枯渇だ。
なので、まあ、リポン行ったらまたなんかディガーガガもできて、スケドラで守ればいいんで、よいしょ。という感じでね。さあ、ディガー、あ、ディガーだけ。いや、来るんかい。あ、でもザッピーが強化されたので、ザッピー早いですよ。撃つまでが。まあ、さっき早かったですからね。オッケー、こんだけダメージ受けたまま、ノー。まあ、エリポンを守ったことによって、まあ、全然いいんでしょう。というわけですね。で、結論言いします。相手、インフェルノタワーなので、8枚ロイジャイしても、インフェで焼かれるだけで、攻めれないですね。はい、てか、ぶっちゃけ攻めれないですね。どうやって組み立てようかって感じなんですけど、いや、ケツババすればよかったですね。さては。これ、タルー裂いて、真ん中スケドラ裂いて、からの、ウッドガンのか。あ、ファイボだ！うわぁ、いやらしいファイボですね。まあ、ファイボ使ったので、みたいなね、感じで、ちょっと組み立てたいですね。よいしょ、ザッピー延命。あれ。いや、これやばいな。プリンちゃんが、タルバムなので、プリンちゃんがすごい厄介ですね。おしゃれ。おい。で、これでも両サイ結構うずいと思いますけど、なんならこれ逆サイでいいですね。これインフェとかも置けないと思うんで、ギャングとかかな。ギャングとか。はい。で、これもう、攻めちゃっていいですね。攻めて、オッケー、いいよ。一本、気合で俺、んー、オッケー。んー、ゲル、ナイス。いやー、これは気合ですね。マジの気合。オッケー。今、タルババとかないんで、来たら、まあ、ババで守ったり、マスケで、許容すればいいかな、というところで、さあ、エリポン置いていきます。はい、皆さん、忘れていたであろう、エリクサーポンプですね。ここに来て置いていきます。で、まあ、マスケで打ち抜けばいいかな。拾ってもよかった気もするけど、まあ、というところで、とりあえずセパーしとけば、こういう、なんか小物相手って、結構け、セパレートバーバリアンが強いんですよ。なんか、守りつつ攻めれるみたいな感じですね。よいしょ、まあなんですけど、あのプリンが正直嫌ですよね、僕としては。あのプリン。なんか僕は、もう攻めないっす。攻めても、多分、突破できないんで、攻めずに、戦おうかな。で、まあ、これは守りますよね。で、あのプリンで、まあ、ババやられるんですけど、まあ、エリボン守れたんで、いいかなっていう感じですね。で、ワンチャンなんか、うい。これ、タルババ一応咲く。で、これ、不意打ち真ん中ロイジャイあり説ないですか。インフェ置けないと相手は、オッケー。いや、めっちゃいい。不意打ちロイジャイ、2発。なんならもう1発？やば！お前、気合入りすぎ。そう。あ、マスケがナイス入る。グッドゲーム。という感じですね。まあ、とりあえず、エリポン置いて、相手がファイボー打ってきたで、他のユニット残ると。で、まあ、他のスペルでもですね。で、スペルを、打たなかったで、エリポンのね、アドがどんどん溜まっていくし、まあ、他のユニットも、まあ、いけると。まあ、いった感じで、やっぱエリポン大事ですね。なんか、昔はすごい流行ってましたけど。ここ最近全然ね、まあ見られなかったですけど、まあこういったファイボコツが結構なんか使われると、まあなんか嫌らしいですよね。なかなか、エリポン貯めてペースをね、つかまれると、なんか相手にしててすごいね、こう厄介な、まあ、感じがしますね。というところでですね、結構強いですね、このデッキ。なんか今のところ、こう、まあ弱点、なんか目立つ弱点っていう弱点がそうすぐには思いつかないんですね。まあ今みたいな高回転のプリンセスとか、高回転のプリンセスファイボとかのデッキとかだと、こう、あれがね、処理できないっていう部分ありますよね。プリンとかフキアとか奥底。そう、後ろがだるい気がしますね、このデッキは。まあですが、気合で耐えましょうというところでさ、今回相手は、スパーキーですね。動画で1日1回は絶対当たるスパーキー。で、これ、いいよ。囲んで。いやー、いい囲み。スケドラ？うわー。これワンチャンザップ来たら嫌なので。あー、いいザップです。いいザッピーです。オッケー。耐えた。これ耐えたの、でかいですね。ここはエリポン1個分残って、まあ、相手のスペルがわかんないですけど、まあ、一旦エリポン行きますね。オッケー。もしレイジだったら、レイジブッパで1個おられるかもしれないんですけど、今の守れるなら守れるでしょうという感じですよね。これフルで守りたいな。守れるかな。もう一回気合で守ります。気合で。
で、低めマスケも出しつつですね。いや、いけますよ、これ。さっき守れたんで、今回守れない理由がないですよね。よいしょ。いい。滝がいい。滝がいい。あ、オッケー。いや、ナイス。しかも、なんならこれにロイジェルつけると、スパーキーも回ってなくて、単純にうざいと。で、スケドラもつけてあげて、タルババも構えつつ、裏ミニペか。そうですね。あ、タルババ転がせばよかったな。絶対今ので、そう、処理できてるんで、そこの判断よろしくないですね。で、これ逆サイ攻めて、多分逆サイ攻めていいと思うんですよ。理由としてはミニペッカが回ってないのと、3が5？ これで3が5しかいない。相手。でこれ1本、1次交換します。もうなんなら。相手も1次交換ですね。オッケー。そしたら、キングだけおられないように守ります。これ1次交換できなかったらやばいんですけど。ちょっと待って。やばい。1次交換できてない。待って。違う。あれ？ちょっと待って。最悪。あー、しかもやばい。待って。ファイブこのデッキ。ない。やっちゃった。これですね。これだけは、やっちゃダメっすね。よくあるあるだと思うんですけど。うわー、余裕で削れると思ったな。攻めたるババとかしちゃけばよかったですね。いやー、もったいない。ちょい、もう一回行きます。最後、左サイドでもよかったですけど、左無視して右攻める判断は、悪くないと思いますね。けど、なんかもう落とせるっていう謎の確信が、ありましたけど、落とせなかったですね。やっちゃいましたね。それだけ気をつけて、最後に、こう、攻めウッドとかがないので、タルババあって、そう、タワーを削れるスペルがないので、よいしょ、そこだけね、気をつけて、落としきれないっていうのは避けたいですね。こういうデッキだと、マジであるあるだと思うんですけど。さあ、今回、相手は 2.6 ホグとかかな。クエイクホグとか、高回転のホグの香りがしますね。ホグはちょっと嫌ですね。ちょっとだけ。うい。ザッピーで運命します。で、でも、エリポーン、相手のスペルか。待って、ナイトマスケだったらクエイク説あるな、マジで。クエイク説あるんですよね。いいホグスケだ。いや、エリポーン来たいんですけど、マジでクエイク打たれたら、あれなんですよね。めっちゃアドなんですよ。2アド?2アドぐらい取られるんですかね。2アドか3アドか。そう、超アドになるんで。いや、出したいんですけど、出したくないっすよね。一回マスケで、ちょっと低めにね。いやで、多分ボムタワーの、でもアイスピだったな。ナイトマスケアイスピってあんまないですよね。いやー、これ出して良さそうだな。出しちゃいます。ファイボでお願い。いや、クエイクでもいいんですけど、別に。スケドラ生きるんで。ロゲットかよ、お前。一番、誰も想像つかなかった、これは。マジっすか？まさかの相手ロケットでしたね。どっからどう考えてもクエイクか、ファイボの流れだったんですけど、まさかのロケット。一番美味しいっすね。なんなら一番美味しい。さあ、だってザッピー、スケドラ、ババ、マスク全部いきますね。エイポンだけいけないぐらい。さあ、これに、だって、ロイジャイどっちがにつけるだけですからね。相手のマスケとかナイトとかいない方に、これでつけて、よいしょ。で、ヒースピーとりあえずやっとけばいいでしょう。大砲を突破する。オッケーオッケーオッケー。いや、いいですね。でも相手の防衛もうまいですね。全然通ってね。ババ防衛する。逆サイかな？同サイかな？相手も攻めたいが、ワンチャン読みロケが来るぐらい。ババ読みロケットとか。さすがにおしゃれすぎか？オッケーオッケー。で、エリポン行きましょうと。相手、エリポンにロケット打たなかったら、アド溜まりますし、打ってきたら、僕のザッピーとかスケドラが行きやすくなるので、よし。で、端前ナイトホグとかが来たらちょっと厄介ですね、今。さすがに相手もそこまでで攻めれないか。うわ、来るか。うい。いて。待って。ババ出さなかった俺の甘えがやばい。そんな削られるっていうぐらい削られましたね。うわー、ちょっと待って。いや、でもこれは、ロイフグスケドラ行って、タルババまでやって、ウッドが来たらヒースピ？そうやって、スケいらっしゃい？うわー、めっちゃいいところのスケ。いや、でもいい。いやー、スケドラヤンキーしろ。うい、入ってる。いや、でいけ。で、ロケ警戒高めに。で、ここロイじゃなくてザッピ。で、ワンチャンロケ防衛が怖いが、いけ！いけいけいけ！
で、タルババで大砲を壊す。で、ウッドサイターなんでヒースピー。飛べ！オッケーオッケー、でかいでかいでかい。いや、でも相手の防衛うめえんだよな。やべえ、これホグ来る。いや、来ない。相手一回耐えますね。でも一回結末ですね。なので、いや、ロイ行くか悩むな。行ったところでなんですけど、行かなかったら行かなかったらやばいんですよね。で、ワンチャンロケ来る。マジで。奥行きマスキが。奥行きマスキやばいっすね。いや、これは行っていい。さすがに。よいしょ。で、ロケ防衛。まあ、ロケ防衛使ってくれたら使ってくれたらですね。やるぞ。やるぞ。マジであるぞ。ってかもう、勝ちたい。切実に勝ちたい。オッケーオッケー。これだともうロケ防衛せざるを得ない。いや、千の回。で、ここで真ん中にスケドラ。オッケーで、あー、めっちゃいい大砲の位置。いや、でも滝がいい。滝がいい。いけいけ。あれが欲しい。ファイボが欲しい。ファイボが欲しい。ファイボこのデッキに降ってこねえかな。いい。え、待って待って待って。やばいやばい。え、削りきれんくれ？三十四？あれ？君、三十四だっけ？あ、で、最後ロケット攻めが来る。やばい。ロイ。ロイ一発入れば。ロイ一発入れば勝ち。一発入らないと負け。撃っとくる。あ、やべ。え？これ、待って。ロケットがサタは一番ダメだった。ちょっと待って。相手の防衛もうまいですね。これ。まあ、多分勝ち筋としては、同彩になると、結末にもされるんで、ファイボがないんでね。そう。まあ、逆再生あるのが、ま、最前提だった感じがしましたね。ちょっと負けちまったな。まあ、でもなんか見た目すごい強そうなんで、ぜひね、使ってみてくださいというところで、今日はね、こんな感じで終わりにしたいなと思います。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。